5号艇松浦博人選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。松浦選手、今節は2連対率 52% のモーター引きましたが、いかがでしたでしょうか。まあちょっと苦労しましたね。プロペラ合わせるのと、エンジンもそんな力がないような気がしていろいろやったんで、はいはい、予選道中リングの交換などもありましたが、それで上向きは、まあ、ちょっと4本変えたのは先走ったかなって感じだったんで、まあ、今日戻しましたけど、その結果、まあ、今日の状態だったら、そうですね、安心して乗れる感じになったんで、はいはい、それでは明日は作業というのは何か考えてらっしゃいますか。ちょっと6号艇かなと思ってたので、そのまま行けたるかなと思ったんですけど、5号艇になっちゃったんで、ちょっと直線をもうちょいつけるように調整したいと思います。はい、松浦選手、今節スタートタイミングというのは勘通り全速で行けていますか。まあ今日ちょっと前半は失敗したんですけど、まあ、見え方としてはそんなに自分の勘通りだと思います。はい、では明日の戦い方なども含めまして、最後にファンの方に一言お願いします。はい、ちょっと大村じゃあんまり走ったことないんで名前を知らない方も多いと思いますが、まあ、ちょっと明日は名前を覚えてもらえるように一生懸命走りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。